ちは、山口大学国際総合科学部の小川明子と申します。著作権の講義を始めたいと思います。さて今日のテーマはコロナが著作権法を変えたっていうようなものです。まずは目次から始めましょう。著作物って何でしょう？著作者、著作権、著作権法、こういうものを最初にご説明します。それから複製権と例外、公衆送信権と例外、こういうことをした後で最終目的であるコロナと著作権法の関係性についてお話しできたらと思います。まあね、コロナと法律ってどう関わってくるんでしょうかね。まずは著作物、著作者、著作権、これ何でしょうかね。聞いたことのある人たくさんいると思います。まあ著作権って何かっていうとね、人とか会社とかが行った創作的な表現、まあこういうものを作ったりするわけです。それに関して作った人が持つ権利というのが簡単に言った形です。とこの中に出てくる創作的な表現、これがおそらく著作物と言われるものになり、その創作者というのが著作者となり、権利というのが著作権に当たるよっていうことになります。著作物ってどんなもんでしょうね。皆さんの周りにたくさんありますよ。例えば絵画作品、例えば音楽、それから映画作品もそうですよね。 DVD とか、それから本とか、踊りの振り付け、これも著作権法で保護される著作物の一種類ですよということが言えます。ではどんなものが具体的にはね著作物なのか、ちょっと見てみましょう。例えば本って今最後に言いましたけど、本といってもいろんな本がありますよね。法律の本ね、たくさん原稿が書いて文字が書いてあります。で漫画の本と、こんな風に漫画の原稿がいっぱい、ね、絵もあるし文字もありますよね。でこういう出版されたものだけが著作物かというと、そんなことはありません。本の端に皆さん高校の教科書にこんないたずら書きして、ね、絵を描いたりしてませんか。これも立派な著作物っていうと、本は全部そうなんだろうかとか、絵は全部そうなんだろうかっていうことになります。じゃあ著作権法では何て言ってるんでしょうか。著作権について書かれた法律が著作権法です。実はここにみんな書いてあります。ということはよ、法律を見てみると、何が著作物で何が著作者で、誰が著作者でどんな権利があるかがすぐ分かるっていうことになりますよね。でもそれ簡単ですよね。全然簡単。他のね、計算とかしなくていいし。で、法律で決められたことって、すべてのことを決めてたら、もう息苦しくて生きていけません。で、すべてのことを書いたら、こんなに熱くなっちゃいます。で、まあ、もっと言っちゃえば、もしも今日、その事項が世の中にあったとしても、明日とか明後日だったら、また新しいことが出てくるかもしれない。ということは、法律にすべての、世の中にある神羅万象を書き込むことって難しいですよね。そうしたらば、具体的には法律で重要なところを決めておいて、そこに現実問題を当てはめるっていうことをすることになりますよね。で、当てはめたら、あ、なるほどっていうこともあるし、いやいや、簡単じゃないからどうやって解釈しようか、そういうこともあるということになります。すなわちですね、著作権法を学ぶことっていうのは、社会で何が起きてるのだろうか、そういうことを知ることになりませんか。で、同時に、こういうところにこれを当てはめたら、こんな答えが出る。非常に論理的ですよね。こういう論理的思考方法を理解するということもできます。実はこれ、めちゃくちゃ楽しいです。ね。ぜひ大学に来てこういう勉強をしてみてください。山口大学は知的財産についての法律は1年生必修でございます。はい。で、著作物について法律は何と言ってるのか、ちょっとだけ法律を見てみましょう。この著作権法2条1項というところはね、
定義規定と言われて、いわゆるここに書かれている用語の意義、つまりは単語の意味ってことね、はここに格号に定めてある通りだよと、こういう意味ですと決めてますよということが書かれています。で、著作物の意味何なんでしょうかっていうと、思想または感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術または音楽の範囲に属するものを言うと、まあこんな風に言われています。何でしょうか。そうするとね、思想または感情っていうと、この人にはいろんな感情とかありますよね。もう今日は元気でニコニコとか、悲しいとか、あ、びっくり、どうしようとかね、怒った、こういう場合もあるし、ラブラブ、こういういろんな感情があります。どんな感情とか思想とかを抱いていてもいいんです。いいけれど、著作物にはまだならないんですよ。頭の中に大河ドラマ1年分を作って頭の中にあったとしても、それはまだ表現していないから著作物にはなりません。その内容を漫画であるとか、それから美術であるとか、音楽みたいな形でこんな風に創作的に表現して初めて著作物という風に認定されるということになります。じゃあ著作権って何なんだろうかって考えてみましょうかね。で、著作権を理解する上で、ちょっと皆さんの身近にある所有権、つまり私は100円出してこのペンを買いました、じゃあこのペンの持ち主は私ですね、100円出したことで私のものになりましたよね。こういうのを所有権、持ち主のこのものに対する権利、所有権というふうに言います。じゃあ所有権ってどういうことっていうと、この小説家のおじさんが小説書いて、出版社さんが本を出版します。そしたら、今この本2万部印刷しましょう先生って言って印刷した出版社は2万部の本の持ち主です。だから所有権は出版社にありますよね。で、お店屋さんに、はい、じゃあこれ30冊売ってくださいっていうふうにお渡しします。そうするとお金を払っていただいて、本屋さんは今その本の持ち主、つまり所有権を持っている所有者さんとなります。30冊のうち1冊をこの赤い本読んでる女の子が2000円で購入します。そうすると所有者はこの人です。なるほど。で、所有してるってことはその本を使っていいってことだよね。せっかくだから読みますよね。から読んじゃったから人にユーロで売ってお金をもらって利益を得ることもできるわけですよね。あとは、え、もう飽きちゃったからゴミの日にまとめて捨てちゃおうかな、これもできるんですよね。使用することも利益を生むことも、それから捨てることも、こういうこと何でもできる、これが所有権を持っているということです。じゃあさ、これに対してね、これは私2000円出して本買ったんだから当たり前だよっていう所有権に対して、著作権ってどうなっているんでしょう。また同じ絵が出てきますよ。著作権っていうと、この人が著作物、つまりは小説を書いた時点で著作権がポッと発生いたします。つまりは原則作った人が著作権を持っているわけですから、この人著作権あるから本を出版しようとした人、先生すいません、出版したいんですけど本を2万部印刷してもいいでしょうかって聞かなきゃなんない。だって本の著作者この人なんだもん、ということね。だから本という現物については出版社さんが所有権を持っていたとしても、中に入ってるね、著作物についての著作権、これは未だに本の著作者さんにあります。それで本屋さんに30冊下ろしたとしましょう。でも著作権はあの書いた人にある。で、この女の子が1冊2000円で買ったとしても、著作権は著作者にあるということになります。はい、続けていきましょう。本を
買った女の子にあるのは本の持ち主っていう所有権だけで、著作権は本を書いた人、小説家さんにあるんだよっていうことが分かりました。そうすると本自体ではなくて著作物、書いてある中身についてコピーして人に売る、これはこの書いた人に著作権があるから実はしちゃいけない。それでネットにアップする、これも著作権の中に公衆送信権っていうのがあるから、この女の子はしちゃいけない。そして最後に多くの人の前で朗読する。これもね、実は口実権というのがあります。非営利の場合でなければやると著作権侵害になっちゃう。なかなか面白いですよね。本の所有権と著作者の著作権っていうのは全く同じではないということが皆さん分かってくださったかと思います。じゃあ著作権って何なんでしょうかね。で、全体を見ると、今言ってたしちゃダメっていうことが書いてあります。つまり物を作った人、今で言うと小説家さんね、作った瞬間に著作者人格権と言われる、こんなことされちゃ嫌だっていうことについて、その人しかしちゃダメだよっていう権利が発生する。それは何かっていうと、いつどこで自分の作品を発表するかは自分が決められるんだよっていう公表権、それから自分は作者名を何々と名乗りたいですっていうのか、本名を名乗りたいですっていうのか、あるいは匿名で出したいです、ね、名前書かないで出したいっていう場合もある。こういうのを指名表示権と言います。そしてもう一個、勝手にストーリーの最後を変えられたりしない同一性保持権、こういうような権利があります。もう一つ、著作権っていうふうに言われる権利なんだけど、実はこういう21から28条までのいろんな権利をまとめて著作権っていうふうに言ってます。その中の一つが複製権、それからさっき言ったネットにアップするのが公衆送信権、こういうことになります。で、ちょっとここではね、この公衆送信権と複製権のお話をして、ネットじゃないね、コロナが著作権をどう変えたのかっていうお話をしたいと思います。まず複製権って何でしょうかっていうと、21条、こんな簡単な文章が書いてあるんですよ。著作者はその著作物を複製する権利を占有する。これしか言ってないの。つまり、小説家さんは自分の書いた小説を複製する権利、僕だけが持ってるんだよ。たったのこれだけが権利に書いてあります。じゃあ、複製って何なんでしょうかっていうと、2条第1項の第15号というところに、複製っていうのは、印刷もそう、写真もそう、複写も、録音も、録画も、もうそういうことを全部含んで複製だよっていうふうに言ってます。なるほど、そういうことをするのは許可取んなきゃいけないんだ。というのが、まあ、21条の複製権ということでしたよね。じゃあ、ね、複製権だけかっていうと、実は今18条のところ出ましたけど、すべての権利についてこういう場合だったら使うのいちいち聞かなくてもできるんじゃないっていう例外規定とか制限規定とか、そういうふうに言われるものが作られています。だから複製権のをちょっと見てみましょうか。こういうのをね、例外規定、つまりは複製権ってしたんだけどこれは例外だよっていうのを作る、あるいは複製権っていう権利をちょっとこう制限する、そういうような言い方をする人もいるので、例外規定または制限規定、2つ呼び方があったりいたします。どんなものがあるんですかっていうと、例えば昨日のドラマなんか用事があったから見れないのが分かってました、だからビデオで録画しときましょう、こういうことは私的な範囲だからいいよっていう例外規定があります。あるいは個人的に本の気になったところをコピーしましょう、全部じゃダメよ、一部だけをね、コピーするということで、私的な範囲で使うものをコピーしたりビデオに録画したりっていうことは OK ですよっていうことになってます。次、引用しても構わない、これは引用の作法があるんだけど、自分で本を書くときになんか人の言ってることとか、人がもうすでに
証明しちゃったことを用いて、そのことを批判したり検討したりするときは OK です。あるいは、ここなんだけどね、これから皆さん大学に入って、大学の講義のための複製はしても構わない。こういう条文があったりいたします。で、その他たくさん例外があるんですが、ほら、こんなに複製権の例外がある。すごいですね。図書館、教科用、参考書はダメだけど教科書は OK。展示、政治上の演説、まあ、こんなことが全部決まってるよっていうことになります。で、この5番目、学校用の複製っていうのが実はコロナウイルスが蔓延したことによって、急に法律が変わったっていうことがあるよというお話になってきます。もう一つ、今度は公衆送信する権利っていうのをちょっとお話ししておきましょう。23条に書いてあります。著作者はその著作物について公衆送信を行う権利を占有する。また同じように占有って書いてあるね。だから何かを作った人はそれを公衆送信っていう、まだちょっとわかんないけど、この公衆送信っていうことをする権利はその人だけがありますよっていうのを言ってます。で、公衆送信って何さっていうと、インターネットにアップロードすること。これ、アップした時点でみんなが見れちゃいますよね。そうすると公衆、つまりたくさんの人々にわーって送ることに等しいですよね。ということはもっと言っちゃえば、この2番目のやつ、メール、SNS で公衆に送る、つまりたくさんの人にわーっと一斉メールを送る。これも、実はこういう人たちがいっぺんに見れちゃう。だからこれも公衆送信。ファックスでも一緒ですよ。たくさんの人に。最近あまりファックスのあるお家ってないけれど、昔はファックスで、例えば旅行会社だとか、広告会社が、うわーっと何人もの人にまとめて送ってきた。そういうのを公衆送信というふうに言ってました。から、テレビ放送もテレビ局が1個放送すると、うわーっと何万人のテレビを持ってる人が見れます。こういうことも公衆送信の一類型ということになります。まあ定義はね、こういうふうに書いてあるけど難しいから。まあまあ、放送とか、ファックスとか、メールだろうなと思っておいてください。で、公衆の意味だけ言っときましょうね。公衆って何のことを指すっていうと、不特定多数の人。つまりは、この人誰だかわかんないけど、とにかく電車に乗ってる人、全員 120% の混み方っていうと、不特定多数ですよね。不特定少数の人も公衆です。つまりは、誰さんじゃなくて、なんか知らないけど電車乗ってる人っていうのはもう不特定ですよね。で、多数か少数かっていうのは全体の母数がいくらになるかで多少変わりはあるけど、まあこれは分かりやすいように、少数は1人、多数はたくさんというの風な乗せ方をしています。で、今度右側を見てください。特定多数という概念も公衆に入ります。つまり山大の学生全員って全部で1万人いるんですけどね。これ、おそらくね、特定しようと思えばできますよ。だけど、その人たち全員に送るっていうのは、公衆に物を送る、公衆送信の公衆に該当しますよということです。じゃあ、特定少数はいいのかって言うと、これ私的な範囲ですよね。だから、特定少数はいいんですよ。で、ここでさっきのページにちょっと戻ってみましょう。そうすると、著作者はその著作物について、皆さんに公衆に送信する権利は、この人著作者だったらいいんですよ。著作者じゃないのに人のものをアップしちゃダメよっていうのはこういうことになるんだよということを意味しております。そしてさっきの、まあ、図で言いますと、23条の公衆送信というのがここにあります。で、先ほど言ってる複製権21条でしたよね。複製権と公衆送信権ですよね。で、公衆送信に関する例外ってあるんでしょうか？複製権と違ってないのよ、ほとんど。私的な範囲での複製は良かったんだよ。公衆送信はダメ。引用はまあまあしていい場合がある。大学の授業のための複製、あ、これは OK なんですよ。で、その他例外あり、こんな感じでしたよね。それに対して私的な範囲での公衆送信はダメです。だって私的だったら公衆じゃないもんね。で、お次、引用は OK なんです。大学の講義。これも OK なんです。
ということは、公衆送信ができるのは、今から言う大学の講義か、ということになってきます。これもコロナで影響を受けた点です。でね、本来なら著作者さんに複製権も公衆送信権もあるんですよ。でも、大学の講義をする人は複製してもいいし、公衆送信してもいいよというような例外規定ができました。あるらしいと。まあ、まずはらしいと言っておきましょう。じゃあちょっと見てみましょう。どんな規定なんでしょうかね。実はね、平成30年に改正前の規定というのがございまして、そこでは単純に言うとね、教室で授業するとき先生がコピーして、はい、皆さんコピーあげますよ。これ OK だったんです。で、第2項では、私がここで100人に講義をしながら、お隣の部屋の100人に同時中継することも OK だったんです。もともとね。ところが、私が今みたいに一人でスタジオとかにいて、学生の見る場所に遠隔講義はしちゃいけなかったの。それから、私が今みたいにね、録画しておいて、学生が、あ、見ようが先生の授業って言ってポチッと押してみることも、実は改正前はできなかったんですよ。で、平成30年、つまり2018年、法改正がありまして、この条文変えました。で、どう変わったか。ワンコが丸持ってるところだけ見ててくださいね。だから授業中にコピーしてみんなにあげるのは OK。それから、講義しながら別の部屋に、100人に講義しながら、隣の100人に講義するのも OK でしたよね。で、プラス、一人でスタジオにいてやることも、オンデマンドで見ることも、実はこの条文で OK になりました。なぜ変わったんでしょうかね。そうすると、2018年、コロナウイルス始まる前ですよね。で、一応ね、ICT 教育といって、授業でさ、タブレット使ったりするのがどんどん増えてきたから、やっぱり授業を公衆送信できるようにしなきゃいけないよっていう話があったことはあったんです。だけど、実は平成31年の1月1日に、それ以外の改正の分はね、じゃあ改正したから、動き始めようって言ったんだけど、これだけは2022年まで3年間の猶予を与えましょうっていう予定だったんですよ。なぜっていうと、実は学校側が年間いくらっていう保証金と言われるお金を払うことで公衆送信してもいいよっていうことになったからです。でも金額変わってなかった、決まってなかったのよ。だからちょっと3年間で金額決めようねって言ってたら何が起きた？コロナウイルスの拡大ですよ。2020年の3月11日、WHO がパンデミック宣言しますよね。今はね、皆さんだいぶ落ち着いてきてると思うんだけど、その当時はステイホームで大学も小中高もみんな遠隔講義の必要がありました。そうすると、だってしょうがないじゃん、みんな遠隔しなきゃいけないんだからっていうと法律誰も守れなくなっちゃいますよね。そこで、この本当は2022年開始だった法律を、前倒ししました。でも、施行をと言いまして、この日からこの法律を始めましょうっていうことにしました。それが2020年の4月28日です。じゃあさっきのさ、ね、保証金支払わなきゃってどうしたのよ。ちょっと1年間、タダにしますっていうことになりました。でもコロナで特例だから1年間無料にしよう。その代わり1年経ったらちょっと早いけど、頑張ってこの法律を始めちゃいましょう。ということで、2021年4月1日から、大学生の場合、1人720円ずつ、大学の設置者、つまり山口大学ですね、が学生向けに1年間720円を支払うというようなことになったということになります。これがですね、本日の授業のいわゆるコロナウイルスが法律を、著作権法を変えたということになるわけです。一応条文だけどう変わったのかおさらいしておきましょうね。こんな感じです。今まで黒板に書いたり、ね、コピー上げたりするのが OK だったものが新しくネットに載せたり、それを皆さんに見せたりするのが OK になりました。で、
同時配信で教室で、やっているのを隣の教室にも送るのは前から OK でしたよね。ただこの2校で、保証金の支払いっていうのが追加されたということになるわけです。はい、法律を知ると社会が見えてきます。山口大学、国際総合科学部にぜひ皆さん来ていただいて、法律を知って社会を知って、そして法律について考え、社会について考えましょう。皆さんが来るのを先生お待ちしてますので、ぜひおいでください。ではまたお会いしましょう。失礼いたします。